誰も FA 宣言しなかった44年目やっていきます。契約更改では久保木、杉原、藤井、橋田、アルフォード、長崎を自由契約に。八木下が引退。ドラフトでは転生が3人いたので指名が夜読みで即戦力野手を単独指名。2位以下は良さそうな高卒を指名しておきました。移住？北島を留学に行かせてオフシーズン終了。今年は投手の対談が多め。杉原とか橋田とかめっちゃ期待してただけに悲しい結果に。ここ2年 FA がおとなしいので来年以降の宣言がちょっと怖い。補強としては今年もサード取れなかったのが気になる。今年の注目選手は藤代と阿鼻子。順調なキャリアを積んでる藤代にはそろそろ2桁勝ってほしい。阿鼻子に関しては注目したい野手がいなかったので消去法。達成されそうな記録は奪三振の2人だけ。それだけ。先発は若い以外全員大卒ドラ1という先発に関してはドラフトがうまくいってる証拠。ちなみに若いは高卒ドラ5と対照的。中継ぎは移住？北島が留学に行ってるので徳江、徳永を開幕起用。抑えは早間の復活に期待。野手は去年と特に変わらず、安岡の打順が年々下がっていってるのが寂しいところではある。ということでシーズン終了、76勝62敗で優勝。注目選手の結果はこんな。藤代は無事2桁、チーム2位の169イニングを消化と活躍。阿鼻子はここ2年良かったのに急に悪化、プレッシャーに弱いタイプか。水島が初の2桁13勝、1年目以来の100イニング超え。ここにいない塚越、沼田含めて6人で1年完走。中継ぎは早間が復活のセーブ王、よかった。勝ちパを担える選手が増えてきたのはいいこと。野手はビシエドがさすがに衰えに勝てなかった。去年良かった神戸がさらに成長して3番を打ってくれたのが大きかった。下位打線は悲惨だけど控えの3人が結構いい感じなのは明るい材料。1位最下、バランス良くて使いやすそう。ただ転生を避けてまで単独で取る選手ではなかった。2位には、乱調はあるけど基礎はいい感じ。変化量の伸び次第ではあるけど期待はできそう。3位角田、早急 F がちょっといただけない。それ以外は面白そうな能力ではある。4位岩倉、よくいる高卒中継ぎ。赤徳内だけで優秀に見えてしまう最近。you
2041年ドラ3度死だ、先発失格になって中継ぎで覚醒。起用法転々としながら長年プロを続けたのが印象的。45年ドラ1亀山、移籍したのは10年前だし活躍したのは移籍後だから印象は薄い。それでも150ホールド150セーブ達成してるので普通に優秀な選手だったらしい。45年ドラ3広い、2600安打589盗塁だけど殿堂入りはなし。戸籍を超える選手になるかと思ったけどさすがに壁が厚すぎた。十分すごいのに大卒で3000安打打った戸籍の化け物具合がわかる結果になった。46年ドラ1ヤギ下、怪我の影響もあってか100勝届かず。沢村賞を受賞してるし初期のポテンシャルからすると物足りない通算成績ではある。50年ドラ4関本、前世紀に大怪我をしてそのまま終わってしまった選手。大怪我に衰え、ポジションがなくなるなど全てが重なってしまってその印象しかなくなってしまった。DeNA の47年ドラ1サルタ、通算成績録画し忘れた。主要3部門すべてのタイトルを獲得してるぐらい普通に優秀な選手だった。といったところでまた次回。ご視聴、ありがとうございました。